第2マッチ、トップ乙女ピンポン綱小屋、難波ゆりか、九州アスティーダ田口恵美子です。難波がマッチインレギュレーションタイムを気にして急いでコートに着きました。今日は埼玉県越谷市のイオンレイクタウン森、その木の広場というところで試合が行われています。明日も午後2時から男子の TT 埼玉のホームマッチ、岡山リベッツとの試合が行われます。それも楽しみですね。楽しみですね、はい、主審は森山久志さん、副審は柿沼和樹さんです。今日は女子の試合が2試合、そして明日は男子の試合が1試合行われます。難波ゆりかはトップ乙女ピンポン綱小屋のキャプテンです。今シーズンはシングルス2勝2敗、先日は世界選手権日本代表の木下アビエル神奈川の木原美優にも勝利しました。難波の良さはどんなところですか？難波はやっぱりまず一番いいのがですね、元気ですね。元気ですね、はい、やっぱりこう食らいついていくあの元気、やっぱりちょっと難しいかなっていうゲームもですね、やっぱそれで盛り返している部分っていうのは僕多少あると思うんですよね。確かに。あとは最近はやっぱりちょっと用具を変更したというような話も聞いてですね、押されなくなった部分が非常に感じるんですよね、はい、だから木原に先攻められたりとかこう、ね、あってもやっぱり自分で打ち返す力っていうのが非常にこう高くて、まあ、これがやっぱり勝利につながってるなって感じますね。一方の九州の田口恵美子は福岡の瀬高中学から招致深谷高校、インターハイのシングルスとダブルスの2冠に輝きました。その後は筑波大学レゾナックでプレーしていたんですが、この夏に退社して九州アスティーダ1本、今は福岡在住です。田口の特徴はいかがでしょう？田口はですね、やっぱりこう本当にピッチが速いんですよ。はいはい、ナンバーバーサス田口、それとやっぱりフォアハンドで、フォアハンドこう粘着性のラバーを使ってますから、結構回転量の多い攻撃ができるんですよね。ですからこのあたりが非常にこうポイントになってくると思います。招致深谷高校の先輩後輩対決です。手前に九州の田口のサービスから始まります。田口は1997年5月1日生まれの26歳、難波は1995年9月15日生まれの27歳、誕生日が来たら28歳になります。ですので2学年違いです。サービスに抵抗があります。渡辺さん、勝負の鍵は何でしょう？まあ、同じバックハンドにバック側に表ソフトを貼っているタイプですから、前陣速攻なので、やっぱりあのポジションを崩らせるようなことができる方が、まあ、一つ有利になると。あとはもう一つはやっぱりこうボンミス量というところがポイントになるわけですね。ツッツキに対してのツッツキ打ちだったりとか、カウンタープレー、やっぱりリスクを伴うようなプレーというのも出てきますから。わあ、今田口のバックハンドに対して難波の強烈な回り込みのカウンターフォアハンド、あれが打ち返す力ですね。水谷隼も喜ぶと思いますよ。著書はそういうタイトルでしたね、はい、あ、早いですね、はい、私も今よく渡辺さんの言葉に早く反応できたと思います。そうですね、それ以上に選手のラリーはもっと早かったです、はい、さあこのプレーですね。で、勝負のポイントのお話の続きなんですけれども、はい、やはり失点、そのミスの量も減らしたいというお話でした。そうですね、減らしながらですけど、タイプ的にやっぱりこう突き打ちやカウンターをしていきますからね、お互いに。そうですね、はい、それもミスも恐れてはいけないという、ここがね矛盾するところなんですけども、恐れずに攻めれるかどうか。うわー、難波がやっぱ早い。難波もかつては実業団の三列でプレーしていました。それから田口も日立化成、社名が変わって昭和電工マテリアルズ、さらにはレゾナック、日本リーグなどでの対戦成績もあるかもしれません。ただ T リーグではもちろん初対決です。それから渡辺さん、はい、田口はインターハイのダブルスのパートナーが平真由香、はい、ほうほう、ですから難波選手は旧姓平選手ですので、
難波選手の妹とダブルス組んでインターハイ優勝ですね。さらにはレズナック時代も平真由香、田口恵美子ペアは勝利の原動力になっていました。ハイトサービス、これ渡辺さん、ものすごく質の高いラリーですね。そうですね、ただなんとなくやっぱり同窓対決という部分もあってプレーが似てるような感じが ね、そうですよね、すごくしますね。サービスもそうですし、やっぱりこの巻き込み系のサービスから入っていく、こういったプレーの仕方、あと立ち位置をこうやって変える、ともに招致深谷高校出身です。田口は難波の妹とダブルスを組んでインターハイ優勝、シックスオールです。いや、ネットインが続いた中でここで最後判断してハイトスにして、こう出してないミドルへのスピード性のロングサーブ、はい、まあ冴えてますよね。やっぱり勝ち星上げてる選手ってこういうひらめきが本当にいいわけですよね。今ダブルスも勝ちましたしね、ナンバーは。わー、力ある。田口は私もね、小学生時代からよく知ってるんですけれども。あ、そうなんですか。本当にね、子供の頃から少しこう体が大きいタイプで力のあるこう選手でしたね。フォアハンドオーバーです。山口県出身で、その後は福岡の瀬高中学、瀬高ジュニアというチームで今のこの九州アスティーダの監督の増田秀文監督の指導を受けました。そうなんですよね、わあ、8-7です。スイングね、もちろんこう、あの質攻撃型ということで、あの小さくてあれなんですけども、速いですよね。スイングがコンパクトで速い。付き合いから回り込んだ。Kリーグのプレーにもやりがいを感じている、そう田口は話しています。サービスから前後の距離が合いませんでした。ナンバーナインエイトリード。これですねというのは、あの先ほど言ったように、これ勝負のポイントで失点というところでお話したと思うんですけど、今ここほぼ田口がミスしなくていいボールをミスしているわけですよね。フォアドライブ特に。両者の視線が本当に鋭くて熱い火花が散っています。わー、フォアストレートのタッチでした。これはそうですね、こっち側の角度で見たいところですね、はい、うわー、うまいですね。1点差です。持ち上げる、飛びつく、難波のブロックが勝りました。第1ゲーム接戦でしたが 11-9 トップの難波が取りました。渡辺さん、非常に内容としてもラリーが多くて面白いですね。そうですね、あのピッチの速さもあり、あのダイナミックなフォアハンド攻撃もお互いにありとですね、ラリー展開としては見応えが十分だったと思いますね、はい。まあ、ただこの第一ゲームの勝敗をやっぱ消するところは、やっぱりこう消したのはもう、まあ、田口のボーミス量が少し多かったというところですね。あとは最後後半の方は難波が、まあ、最後のボールなんかもそうですけど、自分のやっぱラバーの異質ラバーという特性を生かして、フォアはカウンター、バックはああいうナックル系のショートで返すとかですね。